剣崎灯台と海岸剣崎剣崎の位置剣崎は神奈川県三浦市南下浦町松は三浦半島東南端に位置する三崎国土地理院の地図上の表記は剣崎海上保安庁の海図上の表記は剣崎であるその他統地地名には複数の表記故障がある先端には剣崎灯台がある 神奈川の継承50線に指定されている、東京湾に出入りする航路における要所の一つである。このため1872年に、鶴木崎灯台が作られ、現在も使用されている。当地と対岸の房総半島南西端にある、須崎と結ぶ線が、浦賀水道、つまり、東京湾の南限、伊豆大島と結ぶ線は、相模灘の東源となっている、磯釣りのポイントであるほか 付近に公園や海水浴場があり、観光地として知られている。付近を県道215号が通過し、京急栗浜線三浦海岸駅、三崎と京浜急行バスの路線バス剣崎線で結ばれている。三崎の北側には間口漁港が隣接する。当地の故障については漢字表記に剣崎があり、名称の表記、 保障に関して情報が交錯していることが知られている。本岬に由来する軍艦の場合、旧油艦、剣崎や剣崎型潜水母艦、剣崎のように、剣崎、剣崎を使用している。周辺にある地名を冠した建物等もこのうちの、いずれかが使われており、統一されていない。漢字、及びその読みについてどれが正しいのかについても確たる、ものがなく、これについて、 昭和55年に地元の町内会から三浦市に対し、表記、故障の統一の陳情があった。結果、表記は、剣崎、故障は、剣崎に統一されていく模様である。実際に、東大の名称は、剣崎東大となった。しかし、長く親しまれた施設、例えば幼稚園などの教育施設などの名称は、今後も改定しない模様である。先と、先は、 どうなってるの海上保安庁海洋情報部。2019年12月8日閲覧。幕末以降帝国軍艦写真と、史実 P105、県崎、初代、艦主、特務艦艦名校、三崎名にとる、県崎は、相模国三浦半島の一角にして、東南の方、安房の須崎と社に相対し、東京海湾の門口をなす。艦歴、主推進機として、 重油機関を装備せる初めての艦なり、昭和8年9月除籍、立ち昭和16年12月 P14、通る第396、高専水母艦検査機改造に不左の通命名、昭和16年12月22日海軍大臣、島田茂太郎航空母艦、章を取り、中本来の文字は、示せ羊だが、機種依存文字のため、幸とする。 資金にある私立の小学校は、県崎小学校となっている。このうち、読みについては、地元のロータリークラブの会員によると、古文書などによれば、剣崎が古来からの故障であるという、ありがとうございます。